NASA エクソプラネットアーカイブとは、太陽系外惑星と主星を特徴づけるための、検索を支援するためにパブリックデータを収集し、提供するカタログとデータのオンラインサービスである。赤外線処理分析センターの一部で、カリフォルニア州パサデナにある、カリフォルニア工科大学のキャンパスで運営されている。このアーカイブは、アメリカ航空宇宙局が支援しており、 2011年12月初めに NASA の太陽系外惑星探査プログラムの一環として NEXC が立ち上げた。2014年1月アーカイブが集めた確認された太陽系外惑星のコレクションが線を突破した。アーカイブのデータには高度曲線、画像、スペクトル、パラメータ、そして通過する太陽系外惑星を発見する目的の探査から得られる。 時系列データが含まれている。またこのアーカイブではデータを活用するためのウェブ型のツールやサービスを開発していて、特にアメリカ合衆国のデータポータルであるエクソプラネット、アーカイブ向けにケプラーや航路からのトランジットデータセットの表示や解析で使用されている。スーパーワスプ、ハットネット、XO、トレース、ケルトといった他の天体探査や、 望遠鏡もアーカイブにデータセットを提供している。エクソプラネットアーカイブは方法問わずに発見されたオブジェクトで構成されていて30木星質量と同等か少ない質量を含む公的利用可能な惑星パラメータを掲載している。加えて大規模な一般公開データセットへのアクセスを提供するためにエクソプラネットアーカイブは太陽系外惑星と恒星のホストデータで 作業するための複数のツールを開発している。エクソプラネットアーカイブは、ケプラー、コーロといったトランジット太陽系外惑星を発見する目的の探査からの速攻時系列データを提供している。データベースは次のを含む宇宙空間もしくは地上の太陽系外惑星トランジット調査プログラムからの2100万以上の高度曲線にアクセスできるようになっている。 またエクソプラネットアーカイブでは太陽系外惑星や恒星や惑星パラメータ、ケプラー惑星候補、時系列データセットの検索やフィルタリングが提供されている。エクソプラネットアーカイブの全データは天文学者の集団によって精査されているが元の参考文献も利用可能である。さらに画像、スペクトルや時系列データのインタラクティブビジュアライゼーションにも 対応していて、複数の構成構成物における曖昧さを最小限にするために構成の相互識別を維持している。ありがとうございます。